はい。え、インドの日本語教師の皆さん、え、ナマステ。はい。えっ、ー、と、このビデオではですね、さっき、あの、これまでのビデオの続きで、えー、日本語のコースを作るために、行動中心アプローチの日本語のコースを作るために、自分の強みを考えようということを、えー、話してみたいと思います。えっ、ー、と、そのためにですね、自分の強みを、あの、見つけるためにとても役に立つのが、えー、まあ一番役に立つのはやっぱり仕事の経験ですよね。 で、仕事の経験については、この二つを考えるといいと思います。一つは、業界ですね。えー、サービス業とか、工業とか、農業とか、IT 業界とか、どんな業界にいたのか、ということも、えー、とても、えー、はい、あのー、大切です。で、それから、あのー、もう一つは、あのー、社内の部署ですよね。例えば、農業とかはあんまり、あのー、 インドではそんなに日本語教育のニーズがないかもしれませんが、それでも、あの、人事とかね、会計とか、総務とか、えー、こういう仕事をしていると、えっ、ー、と、そのない、えー、その、そこで使う日本語については、えー、多分他の業界と共通していると思いますから、あの、役に立つと思います。えっ、ー、と、それからですね、あの、うん。えー、とても多いのが趣味ですね、趣味。えー、スポーツとか音楽とか、そういうものも、あの、強みとしてとても、 役に立ちます。日本語のコースを開発するときにね。で、それから、一般的には強みとは思われていないものでも、例えばマイノリティの方。えっ、ー、と、これが、ま、あの、セクシャルなマイノリティの方とか、あるいは宗教でマイノリティの方もいらっしゃると思いますね。えー、で、こういう方は、その、えっ、ー、と、マイノリティではない人とは、あの、行動が違いますね。なので、その、えー、行動をするためにどんな日本語が必要なのか。 こういうことを考えることができるという意味で、なんかのマイノリティである人はそれが強みになります。日本語教育の場合はそれが強みになるわけですね。同じように、えー、病気とか災害の経験というのも、あの、一般的には強みとは思われませんが、日本語教育のコースを開発ときするときにはその経験は強みになります。はい。じゃあ、2021年の春の、えー、コースの例で、じゃあ実際にどういうコースの、あのー、 シラバスがあの開発されたのかということをちょっとご紹介してみたいと思います。はい。えっ、ー、と、これはですね、ウェブサイトに載っていて、あの、もう公開されていますね。えー、それで、はい。あの、やっぱりですね、就労系のものが、仕事系のものは多いですね。えー、で、これは、この辺は日本で働く人のためのものだったりしますね。はい。えー、で、えっ、ー、と、就労系とは別に生活系のものもあります。 これ働く場合じゃなくてお客さんとしてケーキ店でバースデーケーキを注文するとかですね。こういうものですね。あとその保護者として親で、親がどういうことをするかとかですね。えー、そういうこともこの生活系のところにたくさんあります。えー、それからやっぱり留学系。あの、この、えー、就労と生活と留学。これはその、えー、と、文化庁が定めている、あの、分野としても、あの、この3つはとても重要視されています。はい。 でそれとは別に、あの、昨年のこのコースでとても、えー、豊かなコンテンツがあったのが趣味のところですね。はい。えー、趣味の中でもやっぱりスポーツとか、旅行とかですね。えー、それから音楽とか、えー、まあ、それに、あの、属さない着物とか、スーパー漢字とか、ゲームオタクとかですね。えー、こういうものが、あの、えー、と、昨年は、あの、 コースの開発をされました。今、ここには確か38種類のコースが、えー、まあコースのシラバスの一部がですね、うん、共有されていますけど、えー、っとこれはあの参加した人の全部ではありません。あくまでもその共有することに同意した人のものだけですね。えー、本当はもっともっとたくさんのコースが開発されていました。はいえー、興味のある人はぜひ、えー、このビットリー 3EK1H3F、このあのー、 え、リンクを開いて、え、ご自分の目でご覧ください。あ、もう一つ言うとですね、こうやって開くと、それぞれのあのコースのな、中身ですね。そ、あのコースの中身もご覧になることができます。はい、こんな感じですね。はい。で、実際のあの、はい、えっ、ー、と、で、成果物もここで開くことができますね。これを見るとあの Google プレゼンテーションを見ることができるわけです。はい。えっ、ー、と、それでは私からのあの、えー、ビデオはここまでになります。 はい、えー、フィルム連携。